今日は22校参加しておりまして、残すところね、あのわずかとなっております。皆さんね、素晴らしい作品がどんどん登場しているところです。さあ、それではですね、始めたいと思います。さあ、続いては高松東高校の皆さんの入場です。今回のテーマは夜明けです。上皇東の空に立つ光という意味に基づき、これからの東高が発展し成長していけるように思いを込めて力強い表現を目指しました。陰陽師のサウンドトラックに合わせ荘厳で凛とした雰囲気を出せるように演技するので、応援よろしくお願いします。使用曲は陰陽師サウンドトラックです。それではよろしくお願いします。
が完成いたしました。それではこれより観客の皆様にどのような作品が完成したのか披露していただきましょう。ただいま高松東高校書道部の皆さんが作品を皆様にご覧いただくために準備をしているところでございます。この 4×6m の大きなパフォーマンス用紙に力強く作品を仕上げてくださいました。さあ、ということでこれから、皆様に完成した作品を披露していただくことにいたしましょう。高松東高校、このような作品が完成いたしました。ご覧ください、このような作品が完成いたしました。さあ、それでは内田さん、 PR を続けてください。それでは高松東高校の皆さん、こちらの作品の PR お願いします。私たち東高校の今回のテーマは夜明けです。陽光といった東の空に差す光をテーマに、私たちも私たちの成長や人を見てもらえるように頑張りました。また2年生全員は南進研という同胞に取り組み、文化祭の作品で三等塩ビという像書き方で、それを生かしたパフォーマンスになっています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは審査員の青木優先生、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。両方、龍が、天に掛け合うようなそういう雰囲気の作品になったと思うんですけど、まあ、お願いします。はい、ありがとうございました。青木優先生でした。さあ、それでは高松東高校の皆さん、年間で